こんにちは、藤原です。今回はナチュラルワインバル5000です。皆さんはナチュラルワインよく飲みますか？実はね、僕は結構飲みに行くこと多いですし、旅行先でもね、ナチュラルワインのお店を探していく方とナチュラルワインが結構好きなんですよね。なので今回は東京で楽しめるナチュラルワインのお店を厳選して紹介いたします。友達とのディナーはもちろんのこと、デートでもね利用できますし、サクッと利用でもできるような、普段使いもできるお店も紹介させていただきます。ではね、早速1店舗目のお店になります。こちらは毎週火曜日は定休日になっておりまして、平日は17時から開いております。土日祝日に関してはお昼の12時からやっておりまして、場所はですね、代々木公園駅とか代々木八幡駅から徒歩1分ほどの場所にあります。イタリア郷土料理と自然派ワインが楽しめるお店となっております。金曜日のね19時台に行ったんですけども、すでに5組ぐらいいらっしゃいました。予約の段階で1グループ、1席ね3時間利用ができるそうなので、かなりゆっくり時間を使うことができるレストランだなと思ったので、それもあってか、ゆっくりワインを飲んでこの店でデザートやコーヒーまで一通り全部楽しもうっていうね、そんなような雰囲気のお店です。21時半頃ねお店を出たんですけども、結構人がたくさんいたので、終盤にかけてどんどん混んでいくお店でもあるのかなと思います。お客さんの層としては、20代から30代ぐらいの若めな方が多くて、ビジネス利用というよりは友達同士だったりとかカップルとか男女のグループなどで利用している人が多かったです。若いけどこう騒がしい雰囲気ではなくて、ナチュールを楽しみながらしっぽりとお酒と料理と、会話を楽しむみたいな雰囲気ですね。内装はですね、ウッド調の明るめな雰囲気で、用途が限定されないようなカジュアルな雰囲気です。2名はだいたいカウンター席に座っていて、3名以上がテーブル席に座っているっていう感じです。カウンター8席とテーブルが3択ほどの、こじんまりしたお店ではありますが、席間はね思ったより余裕はあるので、キツキツな感じではないですね。そういった意味でも過ごしやすいかなと思います。ナチュールワインを楽しめるお店でありながら、料理に合うワインを選んでいただける、ペアリング的なね楽しみ方もできますし、お酒と料理両方楽しみたい方に特におすすめです。お酒を飲みながらゆっくり話をする時間をね楽しみたいって人にも、すごくおすすめしたい場所ですね。で、本当にねここおすすめなメニューたくさんあって、メニューはね仕入れによって変わるそうなので、壁にかけられた黒板のメニューから選んでいく形となっております。毎回旬に合わせて、季節のメニューが楽しめるポイントもすごいいいなと思っております。シェフ一人で料理を作っているので、スピーディーなね食事提供ってわけではないんですけども、お酒を楽しみながらゆっくり食事を楽しむというねイメージでいくのが最適かなと思います。こちらのお店では一本一本厳選した自然派ワインをねボトルで常時100種類ほど置いてあって、イタリア産のワインが7割ほどで、残りの3割はフランス産とスペイン産のワインを取り揃えているそうです。お店で作るねイタリアの郷土料理との相性を考えながら、シェフ自らワインも選んでいるそうです。こちらのお店はですね、学芸大学の方にあるワインと小皿料理のお店になっております。シックで大人な空間でおしゃれで美味しい料理がいただけます。こちらはね火曜日から土曜日16時から24時開いております。学芸大学から徒歩4分ぐらいの場所にありまして、比較的静かな雰囲気のエリアの中にありますね。まるでね一軒家のような作りで、アットホームな外観となっております。外はねたくさんのグリーンが並んでいて、お花屋さんとか雑貨屋さんのような可愛らしい雰囲気もあるお店で、一見ワインが飲めるお店には見えないような、見落としてしまうような隠れ家感を持っております。店内はメインがねカウンターになっているタイプの席で、数席テーブル席もあるような形です。大きな木のカウンターや木のスツールとかね、木のサッシなど、木のぬくもりを感じられる店内となっております。要所要所にタイルが貼られていたりとか、なんとなくねこう木のぬくもりが北欧テイストを感じるような店内となっております。卓上には数々のね瓶詰めが並んでいたりとか、かぼちゃがディスプレイされていたりとか、外観でもね感じたアットホームさを感じる雰囲気です。緊張するようなねスタイリッシュさや、背伸び感は全くなくて、落ち着く可愛らしい空気感が心地いいと思います。イメージとしてはなんだかねこう友達のお家に遊びに来て、カウンター越しにお食事をいただいているような、そんな距離感、雰囲気を感じます。店内からは外もねよく見えるような開放感もあるので、お一人様でもね利用しやすいお店かなと思います。一人飲みでねできる居心地のいいお店ってなかなかないと思うので、そういう場所を探している方にも本当お勧めしたいですし、サクッと飲めるね品のいい場所を探しているって方にもお勧めです。こちらのお店はですね白金の方にあるお店でして、月火木金17時から24時、土日祝日が12時から24時まで営業しておりまして、定休日は水曜日となっております。白金高輪駅から徒歩5分ほどのね住宅街の中に佇むワンオペのねお店となっております。
ここに関してはワインメインのお店ではあるので、料理を楽しみに行くというスタンスではなくて、ワインをとにかく楽しみに行くっていう方に特にお勧めしたいです。平日のね夜に今回行ったんですけども、予約でね満席ということだったので、こちらのレストランに行く際は予約をお勧めいたします。お客さんの層としては女性が多いかなという印象ですが、カップルの利用とかにもねちょうどいいかなと思います。内装の特徴はグレーの壁がね印象的なレストランになっていて、座席数もカウンターのみと個人前としたお店となっております。おそらくね4組ぐらいが最大かなと思ってこちらはですね、ナチュラルワインを楽しみたいという人に本当におすすめで、お酒に合う料理をねしっぽりと食べながらこう会話を楽しむだったりとか、お酒を飲みながらこうすごいねゆっくりとした時間を楽しみたい人におすすめです。常連さんとのね距離感がすごい近くて、一銀さんにとっては少し入りにくい雰囲気かなとも思うんですが、ワイン好きであれば居心地もよく、常連になりたいっていう人にはとっておきのおすすめな場所になっております。最初に乗ったねウフマヨとかねすごい美味しくて、とろっと卵とねマヨネーズの相性が良くて、胡椒の風味がね抜群に相性が良くて美味しいですし、ワインとの相性も抜群なんですよね。スフレオムレツとか、さっきあったね渋谷チーズスタンドのモッツァレラとメロンっていうね、まあ、これは季節のフルーツでなっているんですけど、これも本当美味しいですし、今映っているねスフレオムレツに関してはモッツァレラと生ハムとパッションフルーツのね風味のマスタードがかかっていて、これ以上のスフレオムレツはないと思えるほど甘さとしょっぽさがね癖になる味なので、これはぜひ食べてみてもらいたいなというお店になっております。ここはね本当ワインを楽しむお店なので、あんまり飲めない人にはおすすめできません。こちらのお店は銀座にあるお店なんですけども、しっかりナチュラルワインをね楽しめるお店でして、内装がおしゃれっていうようなイメージではないんですけども、ワインを飲むならここっていうような雰囲気です。営業時間が月曜日から木曜日が18時から23時、金曜日が18時から翌日の1時まで、土日祝日が17時から23時まで営業しております。東銀座駅から徒歩8分で、銀座1丁目駅とかだと徒歩5分ぐらいで行くことができます。ここはね料理に使われている食材の説明とかもすごく丁寧で、ワイン初心者の方にも行きやすい雰囲気かなと思います。ワインのメニュー表などはなくて、自分の好みのテイストやこの料理にはどういったワインが合うのかなどのね質問をすると、そのぴったりのワインを提供してくれます。今回はね土曜日の午後7時頃に予約して伺ったんですが、休日にしては空いているのかなと思ったら、まあ20時以降には2階はね満席になりまして、入れ替わるようにね10時からお客さん来たりとかしてたので、予約は必須かなと思います。やはりね土地柄もあって年齢層が高めです。仕事終わりねフラットというよりもコスパがいいわけでもないので、まあ前々から楽しみにしてきた人たちが多いかなっていう印象を受けました。内装はねお店のドアを開けると、ここ本当に銀座って思うぐらい都会の雰囲気を忘れさせてくれる、木のぬくもりを感じる古民家風な雰囲気が迎え入れてくれます。どこかね銀座のモダンな雰囲気とは少し違って、初めて行く人でも入りやすいかなと思います。で席同士のね間隔も空いているので、距離感をね気にすることなく会話しながら料理を楽しむことができます。料理をね作る工程も楽しめる、まあ、広々としたカウンター席中心の1階とグループでも利用できるテーブルのね席が 2,3 階にあって、全部でね30席ありますね。ワイン初心者だけどワインのこともっと知りたいって人や、美味しいワインとお料理の組み合わせが食べられるお店を探してるって方にかなりおすすめしたいなと思っております。イタリアの郷土料理と自然派ワインを中心にしたお店となっております。次のお店ですね、こちらは代々木上原にあるお店となっております。ここはね日本とイタリアの各地から食材を取り寄せて、当日のね新鮮食材でメニューを決めております。代々木上原から徒歩5分で着きますね。営業時間は午前11時半から午後2時までやっているのと、午後6時から午後9時半までやっております。店員さんがね毎回1品ずつ料理を提供してくれるんですけど、その度にねこうシェアできるような小皿をね提供してくれるので、いろいろなね料理を同時に食べるではなく、一つ一つの料理を味わって食べることができるのがいいなと思っております。また食べ終わる頃に、まあ、店員さんがね次の注文した料理を提供してくれたりとか、ドリンクがねなくなりそうな時に声をかけてくださるので、まあ、気兼ねなく会話しながら料理に集中することができるかなと思います。今回はね土曜日の午後7時ぐらいに伺ったんですが、まあ、すでにテーブル席はお客さんがね 2,3 組いらっしゃって、20時8時になる頃には満席になっていたので、予約は必須かなと思います。女子会とかねデートで利用している人が多くて、年齢は20代から40代の女性が多い印象です。内装はねコンクリート打ちっぱなしのスタイリッシュな印象を受けまして、
まあ、入ってみるとね、意外と広々としていて落ち着く空間となっております。ちょっと贅沢して、こうワインバーに行きたいって方に特におすすめのお店となっております。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながら、リモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり、使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら、思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければ、モクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通してお客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには、会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニンはお客様と一生関わっていくサードプレスを目指しています。現在会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方は、ユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですので、ご登録お待ちしております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。 2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。 3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4.オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。